皆さんこんにちは。機械レンタルネットの山中です。今回紹介する商品はモグラです。山中 We move your dream。 今回紹介する商品はモグラです。は、社長何言うとんですか。昨日のお酒残ったんちゃいますか。違う違う、残ってへん残ってへん。解体業界のモグラです。何ですか、解体業界のモグラって。はい、地下解体の専門重機です。狭い地下を解体するときに大きな力を発揮するための特殊使用機です。では早速ご覧になってみましょう。こちらが通常のコンマ4号リューベの土木使用機、コマツ PC138US です。そしてこちらがモグラ地下解体機 PC138US です。ご覧のように腕が2ピースと呼ばれる短い三段フロントとなっております。また屋根天井も低いキャビンとなっております。このように短く低くしたことにより地下の狭い箇所での解体が行うことが可能となり、同時にご覧のような一クラス上のコンマ7リューベのアタッチメントが取り付けることが可能となりました。こちらが日立建機のモグラ ZX135USRK です。この機械は先ほどの小松よりも腕が短い2段のショートリーチとなります。こちらの写真です。こちらは先ほどの小松日立のコンマ4号リューベよりも一つ大きいクラスのコンマ7リューベのコベルコ SK235SRD の地下解体使用機となります。なんかごっついですね。はい、かなりごっつくできております。ご覧のようにこの機械も一つ上のクラスの 1.2 ルーベのアタッチメントが装着可能で、大規模な地下解体作業を行うことが可能となります。社長はアンダーグラウンドが好きなんですね。違う違う、火が当たるところがいっぱい好きです。最後までご視聴いただきまして
誠にありがとうございます。機械レンタルネットで検索。またの機会でお会いいたしましょう。